なんか喋ろう。はい。撮ってるで。こんばんは。こんばんは。こんばんは。現在の時刻は、もう日付回ってますね。日付回りましたね。スーパーリニョの直後ですよ。そうですね。あの、今8月の10日ですね。今日は。もう11時か。うん、10時、11ですね。11日ですね。はい、あの、モクソンさんと、はい。たっぷりお話しして、はい。リニョリさんとも、いろいろ話して、お仕事ですね。そうですよ。お疲れ様です。いやいや。お疲れ様です。いやいや、もうね、2時間営業、プラスで残業ですよ。ね。まるまる聞けんかった。はい。はい。まあ、録音はしてるんで、ぜひ、はい、スーパーリニョ第4回やったかな、はい、第4回ですね。第4回。あの、まずは、あの、鈴田さんとリニョリさんが、まあ、第0回か、あれ、0回やからね。1回目が、だから、太陽寺さん。うん。2回目が、誰だっけ？ナインさん。ナインさん。うん。3回目がモクソンさん。はい。だから3回目じゃないですか。まあ3回目。実質4回目。まあ実質4回目ですね。いやーもう、リニョリ氏がいきなり陰謀の話をしだしたときはね、もうどうなるかなって思いましたよ。わんぱくすぎるやろ。いきなり。いきなり下りで言うたんや、お前。いや、いきなりやで。いきなり下りもなんもなく？なんか、まあオープニングトークしようっていう話はしてたんですよ。それ撮る前にね。はい。ほんなら、いきなり、はい。いきなり陰謀の話ですよ。友達にどんな陰謀してるのって聞かれたっていう話。信じられる、そんな冒頭俺受けたことない。あの、しかも生放送で。最高に狂ってますね。最高に狂ってるね、あの女は。ほんま。いやー、すごいですよ。いきなりそんな球を投げれる時は僕にはないですね。もうちょっとオブラート包もうぜっていう。うん、そんな感じですよ。うん、一番衝撃やったのはそれですね。のっけから。のっけから。うん、なんで、まあ気になる方は、スーパーリニョ、はい、あの、形としては残してますんで、はい、はい、アクセスしていただければ、はい、2時間だらだら喋ってます。でも結構、どんな話してたのか、知ったかの話もしてたんですよね。知ったかの話もしましたし、もちろん、モクソンさんのね、ラジオについてもお話ししましたし、アサンゴ。やっぱりね、あの、今のポッドキャスト界にはない、本当に初心者向けというか、初めての方向けに発信してて、そのボードゲームの人口を広めようっていう姿勢が、素晴らしい、お方でしたよ。もうちょっと今僕も言葉もちゃんと出ないぐらい。疲れてるんですけども、ね、それをね、言い訳にしちゃダメなんですけどもね、はい、それは言い訳にしちゃダメなんですけども、では、まあ、でも、まあ途中、同人ボードゲームの話とかもしたりとか、割と危ないことを言ってるんで、はい、叩かれないか心配なんですけど、まあでも、いいですよ。はい。そういうスタンスでやっていった感じの今日でした。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これからももうちょっと喋りますけどね。はい。はい。じゃあ、タイトルコールだけ。テンション低いなよ、もう。パーンタッテータ今から深夜テンションだ。マーンマーンリホコー。急に甘髪の話これやめてもらう。リホコー。やばだ、もうリホコから次のステージに行けへんわ、これ。今日は好きすぎて。リオコって検索してるもん、気づいたら。いや、もうね、あの、同人誌とかではたまに見ますけど。なあ、いいよね。いいよね。はい。豚の鳴き声！え、あ、豚の鳴き声！はい。すぎるでしょ。はい。パーソナリティを止めさせていただいております。豚小屋の酢豚です。テンション切りもみ飛行のサブパーソナリティアタックです。テンション切りもみ飛行だー。今日はもうこういう感じでいきましょう。そうですね。今日はゆっくりゆったりね。だらだら。まあさっきはツイキャスやってたんですけれども、はい、まあ前日はちょっと大阪に行きましてね。ああ行きました、はい。はい。まあいろんなポッドキャストをやってる方が集まって、はい、ちょっとお話をさせていただいたんですよね。はい、だから時系列的には。この前の回でそれをアップしてるはずなんで。そうですね。ねえ。いや、でも僕本当に収録するだけして帰っただけやったかな。ですね。担々麺食って。担々麺食べて。そうそう、担々麺食って、あの会場に向かって、
もういきなり撮り始めて途中でモミさん来て、で収録終わってペガさんが来て、でホラボドの収録して、はい、で終わってすぐ帰るっていう、はい、あの後が気になるんやけど俺。あの後も普通に話してましたね。ゲームは一切してなかったです。あ、そうなんや。はい。いや、もう、もみさんと、その、うん、あの、川崎さんと、うん、まあ、が中心になって、いろいろ話してました、うん。ディスタンファー持ってきてたよね、もみさん。そうです。ディスタンファー以外も持ってきてましたよ。まあ、せやけど。はい。ディスタンファーは回らんて。撮る収録ついでにやるゲームではないっすよ。いかれてるなと思ったけど、ただ単にちょっとガンやっただけですよ。本当に。いやでも楽しかったな、ね、楽しかったっすね。すごい楽しかったわ、あの瞬間。そうっすね。でもやっぱりその他の収録に立ち会うっていうのはやっぱ楽しいね。楽しいですね。ゲスト出演は面白いですね。いやでもなんか同じこと何回も言って、俺も最近あかんね、同じことばっかり言ってるわ。さっきのツイキャスもそうやけど。そうですか。うん、ダメ、全然ダメ。なんかこう言葉のボキャブラリーが少なくなってて脳が硬化し始めてるわ。ダメだね。ダメだ。もっと頑張っていかないと。そうですね。語学力を磨かないとダメだわ。ボキャブラリーを、ね、ボキャブラリーをね、構築していかない。いや何回もやってたらさ、はい、話すネタっていうか、なんやろ、思いみたいなのを言うやんか、はい、俺ってよくこうしたい、ああしたいっつって、はい、でもやっぱりそれって頻繁には変わらないから、こう同じことを言わざるを得ないというか、まあそうですね、うん、同じことを何回も言ってるだけなんじゃないってなっちゃってきてるから、もうポッドキャストやってる上では印象には残るんじゃないですか。そうなんかな。うん、だからそれをちょっと改善して、だから言い方ってあったりとか、その視点を変えて、はい、その物事について話せるようなスキルが欲しいです。僕はとりあえず噛まないことが重要です。そうですね、はい、さっきも噛みかけましたし、今噛みかけたっていうのを噛みかけるっていうね。やばいやばい、もう新海なんかしょうもないことがめっちゃおもろいな。あかんで、ね、このなあ、ね、お酒も飲んでへんのにな。そうですよ。もう今はどんなことでも笑える気がするわ。多分 AV のチャプター画面で流れる曲を聴いとだけでおもろいと思う。ディッ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 あれの BGM 集出へんから。ニッチすぎでしょ。絶対買うわ俺。絶対ニッチや。まあそんな感じの大阪でございましたよ。はい。あでも短かったから、もうちょっとやっぱりこのがっつりガブリ寄りで話はしたいですね。そうですね、いやみんなでわーってなんか話すのも楽しいんやけど、一対一とかで話すの俺すごい好きで、なんか、他の人がおったりしてやっぱ気使ったりとかっていうのはやっぱ若干あるんよな。やっぱり一対一でその人のテリトリーで話すっていうのは僕すごい好きで、僕は一対一はどっち、比較的に言うとちょっと苦手なんかな。なんか腹割って話せる感じがするんよね。やっぱ他の人がおったら腹割って話せへんようなことも、その一対一でやることによって腹割って話せるみたいな、僕はその逆に喋るのが苦手なんで、あ、なんか喋らないな、なんか喋らないなっていうのをなんか重くのしかかってくるんで、その他人数の方が確かに口数は少なくて、その楽っちゃ楽、楽っちゃ楽というか、まあ精神的な負担は少ないです。目立ってないかもしれないですけどね。まあまあそれは個人の好き好きやからな。俺はただまあどっちも好きやけど、あのそういう風なやつも好きかなっていう話なんよな。まあ大阪の話なんでそういう話になったのか知らんけど。そうですね。なんでですよね。まあまあまあ、お互いの喋りが、どういう喋り方が好きなのかっていう。あ、これ時間測ってないぞ。大丈夫っすよ。え、時間どっかで出てる？時間出てますよ。とりあえず、今は、8分ぐらい経ってます。あ、また8分。これ始めが、10分ぐらいだったんで。うん。はい。大阪はな、そんなに、もう行って帰っただけだったから、意外と喋ることないんだ。喋ったことって全部、多分ポッドキャストで流れるから、行ってそれが全てやったから俺は。むしろアタコ君のその話とか、その後どうなったかとかっていうのはちょっと気になるとこ。まあもう流せへんようなことばっかり、流せないことばっかり言ってました。これ言ったら川崎さんと大海さんに怒られるんで、ね、みんなの首が飛ぶやつやな。内首じゃって言われるんでダメです。でもその後は
キューゲームズさんに、まあ、ちょっと顔出ししに行ってきました。おー。はい。いいね。近いもんね。あの、収録したとこがすごい近かったもんね。すごいね、日本橋の、あの、ウェブスタっていう、なんか貸しスペースみたいな、ですかね。うん、そこで収録してて、ね。っていうところで収録してて。うん。あ、ここいいね、めっちゃ。川崎さんが、近くいいよって、教えてくれたところ、ほんまよかった。ほぼ貸し切り状態でしたね。うん。ゲームあるし、ウェブカメラあるしで。なんか格ゲー大会とかもやってるみたいなとこですね。キウイゲームズはもう一瞬だけ行った一瞬だけですね、本当に。あ、販売とこだけ。ちょっと話して、うん。うん。あと、ま、いっぱいでした。満員でしたんで。あ、そうなんや。はい。やっぱりキウイゲームズ、お盆営業で。あ、そうか、盆の初めやったもんね。そうです、そうです。もうめっちゃもう、ね、大盛り上がりでしたね。うん、いや、帰りの電車も超人おったもん。あ、めっちゃ可愛い子ってずっとその子見てた。行きしは浴衣の、あの女の子とかめっちゃいましたけどね。マジで。いや、行きしがあって、あの、8日に行ったんですけど、うん、あの、花火大会やったんですよ、各地で。大阪とかもそうですし、宇治の加古川とかでもそうですし。うん。4回にめっちゃ可愛かった、ポニーテールで。あ、マジで、ポニーテールは正義や。正義やな。脇の下からその、スポーツブラ的なのが見えてて、おじさんは一人で勃起してたな。ああ、そういう子好きやな、俺も。いいよね。いいっすよね。うん。そう、甘神やってる？またやってないんすよ。とりあえず、あの、プレイステーションプラスの、あの、無料ダウンロード特典でダウンロードはしました。一緒にちょっと甘神かやろう、早く。わかりました。狂おうぜ。二人で狂おう。わかりました。話合わせるように。うん、そうそうそう。できるようにします。そう。はい、いや、いいよ、甘神。まあ、知らない方いらっしゃるかもしれないね。甘神っていう、まあ、最初プレイステーション2やったかな。PS2 で出た、その恋愛ゲームなんですよ。エンターブレインやったかな。が出しているゲームなんですけど、まあこれデジタルゲームなんですけど、はい、いやー久々にねー来ましたよ天神。俺その恋愛アドベンチャーってまともにやったことないんですよ。あー、もうやったやばいよアダックうーもうデビューズクイしてーってなってようわからんブッサイクの名前絶対こくるで恋したくなるから。あ、でも一つやったら言ったら、あれかな、プレイ動画見ただけやったら同級生とかかな。ああ、でも全、うん、まあ同級生は古いからね。まあまあ古いですね。いや、俺も甘神はね、あの、だから僕、若い時に、はい、その、エロゲーとかで恋愛ものとかやってたけど、はい、今、あれはね、ちょっとほんまチェリー殺しもええとこやで。ほんまに、はい。もうボードゲームと全然関係ないけど、もうええわ。誰、なんかルートとかいろいろあるんですか？まあ、いろんな女の子がおって、その女の子の中でも、まあ、いろんな、マルチエンディングなんよ。ああ、はい。いろんなエンディングがあるんやけど、まあ、一番いいエンディングを俺は見たいんだよね。リホコちゃんっていう、桜井リホコっていう、同級、あの、幼馴染の子やねんけど、はい、あんまり言うとネタバレになっちゃうから、あれやけど、あれはな、あのゲームはな、付き合う前にチューしすぎや。そうなんですか？すぐやチュチュチュっつって。あ、そんな、実際の恋愛そんなことないから気ぃつけや、ほんまに。はい、わかりました。え、甘神でここでキスしてるから俺いけるかよっていう、くさまい考えはやめときや。でもいいからやっときや。ちゃんとね、現実と、そう。その、あれは、ちゃんと分ける。誰行くんやろね、君。わからんなぁ、やってみないと。もうプラスであれ配信してないんかな。いや、でもこれは、でも変わっ、7月の配信なんで、多分変わってると思うんですよ。うわ、落とせてない人はもうね、金払ってでもやるべきです。ね、まあ、プレイステーションプラスの金は俺ら払ってるから、あれ。まあまあ、そうですね。うん、山神はいいですよ。はい。まあね、めっちゃ前のソフトなんですよ。2009年ぐらいの確か。だいぶ前ですよね。うん、まあ、それがビーダで、まあ、焼き直しされたっていう。まあまあ、うん、でも、外で遊ぶようなもんじゃないかもしれないですけど、うん、でもまあ、あの、寝転がってできるようになったのはいいんじゃないですかね。はいはい、タクマ、はい、今気づいたことがあります。何ですか？あのさ、ボードゲームポッドキャストで、はい、アニメとか、はい、オタクオタクした話しとるとこってあんまないよな。そうなんですか。あ、でもボードゲームになりがちですもんね。ボードゲームであったりとか、まあ、ホラーボードはもうホラー映画って言ってるやん。そこまで、はい、ギャルゲーとか特に。がっつりやってないってことですか？がっつりもう、言うたら、オタクっていう感じの話っていうか、まあもうギャルゲーやな。ギャルゲーの話をしとうと思う。あんまない気がせえへん。誰々ちゃん萌えーって言ってるような。最近なんか知らんけど、俺、疲れてるんかな？飢えてるんじゃないですか？飢えてるんかな？わからん。いや、3時の女には全然興奮せえへんねん。2次元の女に興奮しだして、女の子に興奮しだして。
だからもう、だから何やったっけ、ヒモとウマルちゃんに出てくるエビナちゃんですよ。ああ。エビナ足そうってずっと言ってるやろ。って言ってますね。いや、あの子が俺のハートに火をつけたんかもしれん。いや、どうやら。いや、もう、あの子だってもう、ちょっとエロ画像が回り出してきたけど、もうエロ画像好きすぎてエロ画像見たくないもん。わかるこの気持ち。わかります、わかります。好きになりすぎたキャラクターの、あの、エロ画像見たくないろ。汚すなって、ね。うん、絶対これ聞いてる中の、男のだ世の男性方分かると思うんやけど、あの背徳感はすごい、背徳感すごいよ、その、分かります、うん、その金を破った時の破壊力はやばいけどやっぱ破るまで大切にしてあげたいわけですよ。もうだからイビナちゃんがね、もうきっと今年のね、夏の薄い本でね、いろんなことされることを思うとね、僕は胸が痛いな。お兄さんとね、いや、お兄ちゃんのことが好きなんですよ、主人公は。あ、はい、好きなんかどうか分かんないですけど、まあまあいい、いいというか、やっぱりずっとキュンキュンしてるんで、うまくいってほしいなっていう感じなんですよね、うん、深夜の12時半に何を言うとんねんの話ですよね。30もうちょっとで2ですよ、ほんまや、そうですよね、はい、ハッピーバースデー酢豚ですよ。1年って意外と早いもんですね。あ、でも豚小屋のそれこそ本当にそろそろ1周年や、本当に1周年ですよ。おめでとう、おめでとうございます。まさかこんなことになるとは思ってなかったですけどね、今頃。でも今頃はですよ、ね、ゲーム作ろうぜって、ウェーイ、トリックプレイの代わりしや。そうですよ。車の中で。はい。もう、だから深夜テンションでやろうぜ、みたいな。そうです。でも多分一週間後ぐらいやで。うん。もう一年やわ。出しして。そう。うわー。短いよ。長いようで短かったっすね。せやね。うん。そこで、あれですよ、ポッドキャスト初めて、もみさんに出会って。うん。せや。まあいろいろ感化されて。せや。イカラジのイカさん、リンノリさん、大丈夫ですか、電池。これ死ぬほど電池やばいわ。大丈夫ですか。じゃあ一回これ止めて、はい、第2部行くか。第2部行きますか。もう限界や、このマイクが限界や。よし、はい、じゃあ一回ちょっとリセットしましょう、気分もね。てっ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 てクリアないですか。はい、はい、ボードゲームを語れ。レア入ってます。あ、ボードゲームを語れ。いや、めっちゃ前の第一章めっちゃ中途半端なところで終わってるじゃないですか。うん、そこだけちょっと言わせてくださいよ。何だって電池がなかったの、うん、だって電池がなかったもん。だってボードゲームを語れ。だからちょっと待って、豚がもうすぐ1周年ですんで。はいはい、なんかやろう。じゃあそうですね、なんかやりましょうか。お金ちょうだい。小じきか。お金ちょうだい。はい、というわけでボードゲーム語れのコーナーです。もうワクワクするね、楽しいコーナーが目白押しだよ、豚の鳴き声は。そうですね、頑張ろうぜ。頑張ろうぜ、ね、というわけで、はい、今回ご紹介するどっちが先いきますか。じゃんけんしましょう。最初はグー、はい、じゃんけんグーパーグー、僕からです。やったー。はい、じゃあ僕の、早速いきましょう。僕の紹介するゲームは、はい、篠原遊戯工場、重工やった。はい、はい、ごめんなさい、篠原遊戯重工さんの、バッティングです。好きなんですよ僕これ。はい、大好き。これね、だいぶ前のゲームなんですけど、うん、急にね、なんかね、熱が再燃してきたっていう感じですね。はい、はい、じゃあ詳細な情報を。あ、いきます、お願いします。はい、これはまず最初の、一番最初に出たのが2012年のゲームマーケットの秋です。うんうんうん、浅草でまだビッグサイトでやってなかった頃ですね。うんうん、はい、でそこでその初出、まあ初めて出たんですけど、はい、はい、でその僕が買ったのはですね、その翌の次の年のゲームマーケット大阪で買いました。うんうん、2013年やったかな。で、買って、まあ本当の目的はですね、これちょっと作者に失礼かもしれないんですけど、はい、一緒にブースが一緒だった、もともとは赤ずきんは眠らないっていうバッティングゲームですね。すごい、はい、話題になりましたからね。はい、そうですね、そのゲームが欲しかったんですけど、うん、まあなんかついでに買おうかなって言ったら、まあ他はなんかバッティングゲーム面白そうやったなっていう、まあ僕もまだまだボードゲーのまあだからね、そこまでやり込んでない。なかったんで、まあ、バッティングゲームあってもいいかな、みたいな、思ったんですけど、まあ、これがね、まあ、なかなかシンプルな中にも光るものがあるっていう感じで。そうなんですよ。盛り上がりがね、すごいですよね。まあ、ざっくりしたゲームの概要について。そうですね。ご説明お願いしますか。はい。はい、
真ん中にですね、お皿が置いてます。ね、まあ四角いタイルなんですけど、まあお皿としましょう。わかりやすいんで。で、お皿が人数より少ない、一つ少ないお皿が数あるんですね。例えば4人やったら3個お皿があるとか、6人やったら5個お皿があるとか。はい。で、そこにですね、お皿がですね、いくつか宝石が乗ります。はい。はい。乗ってるんですけど、まあそれをどれが欲しいかというのを一斉のって呼び出してるんですね。まあせーの、これ、みたいな。欲しいやつを、はい、もうほんま本能の赴くままに指さすゲームよね。そうですね。うん、で、そのもちろんバッティングゲームなんで被ったやつは取れないです。取れない。はい。そしたら被ってないやつは取れます。うん、ただここからが他のバッティングゲームと違うところで、うん、取ったやつはまだ自分のものではないです。そうだね。一旦ね自分のお皿に置かれるんです。そう。一人一人場のお皿と同じように。パーソナルなお皿を持ってるわけですね、うんうんうん、でもう一回その指差しなんですけど他の人がそのさっき取った自分のパーソナルなお皿を対象に奪い取れるんです。そう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 要は仮に取ったやつを他人から奪えるんよな。そうですね。指差しすることによってはい。でそれをまあ防ぐためには一回休みを選んでそうそう自分のものに確定しないといけないです、うん、一回休みをして。だから真ん中の共通のお皿指さすか他人の皿指さすかブロックするかの3択なんよね。そうですね、うん、そこのねあなるほどかポイントですね。そうで一回休みっていうのはやっぱいいんよね。もうボドゲそうですねボドゲにあるよくあなるほどなポイントですよ、うん、僕も最近ちょっと言い出してきてだからハゲタカの意識で言ったらそのバッティングという要素自体がなるほどなポイントですよ、うん、そうそう。でそのポイントになる宝石も、まあ、セットコレクションの要素もあってそうですねお互い価値が違います、うん、1点から3点の、まあ、色違いの宝石と、うん、あとは集めれば集めるほどその得点として価値が増す、うん、例えば、まあ、透明な宝石なんですけど、まあ、1個だけだったら1点なんですけど2個で2×2 の4点で3個で 3×3 の9点というふうにまあ2乗ですね。2乗か2乗でその増えていく6個あるんで最大6個集めたら36点になるわけです、うん、66×36でそのなんか4色の宝石をどういうふうにして集めるかっていうのにそのルールは単純なんやけどそのセットコレクションの要素を入れることによってゲームにちょっと深みそうですねが増してるというか、そこがねすごいなって、うん思うシンプルの中にもね切れ味のいいゲームだと思いますよ、うんうん、ほんまにルールってそれだけなんよ。そうです、うん、本当にあもう指エトレ選ぶかせーので指差しするだけ、うん、でどん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 宝石が溜まっていくんよね。そう選ばれなかったやつは宝石が増えていくんですね、うん、クソマズみたいなやつでも徐々に数が増えてたらもうそれ価値が上がっていくわけです。そうそう、うん、どっかで聞いたようなゲームの方式ですね、うん、だから単純にどん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 得点が膨れ上がってきて、うん、欲望のままに指さすのか、うん、とかあと自分のやつをそのブロックすることによって得点化はできるんやけど別にそれ極端な話ゲームの最後まで置いとったらその皿自分の皿の上にあるやつは最終的には得点化されるんで、あ、そうですそうです。全くブロックしないっていうこともできるんよね。まあできちゃいますね。うん、得点化しなくても。うん、でもそれ、まあ、そのブロックすることによって一回休みになるから、うん、まあ理論上はできるだけブロックというか確保する数は抑えたいですよね。そうそう、一回手番休みになっちゃうし、うん、ブロックしてるターンも言うたら取れないからね。そうですね。実質2ターン宝石取れないターンが出てくるから、うん、そこをどういくかっていう悩みどころもあり、その宝石がもりもり乗っていく、もしくは他のプレイヤーのとこを指さす楽しさもあるよね。うん、もう真ん中の山盛りの宝石を取ったって思ったら自分の取られてるとか、しまったそう。そうだな、僕の紹介なのにめっちゃ喋りますね。ごめんごめん、このゲームほんま好きで、ね。確かに、紹介したらとは言われましたけど。やっぱその悩ましさと、まあ、さっきも言ったけど盛り上がり。うん、この前もゲーム界で出したんですよ、うん、これを、はい、ほんならやっぱ初めてのプレイヤー特にその初心者の方にそのダイレクトにそのボードゲームの楽しさっていうのを伝えられる気がしてて僕このゲームは、はい、やっぱりやること単純、うん、分かりやすい分かりやすい
で、まあ、運の要素っていうのが、他のゲームに比べ、まあ、あるけど、その、お互いのプレイヤー間で、その、うん、運の要素で差がつくことは少ないです。うん。うん。なんか、なんていうかな、実力差が出にくい。うん。やけど自分の意思が反映されてる。うん。これがなんかいいなって思ってて。うん。うん、だから、初めての人でも、考えつつ実力差が出ないゲームとして僕は初めての方にはすごいおすすめできるゲームなんかなって思うんですよね。まあちょっとねテーマ性がないのでまあなんかちょっと無機質に見えちゃうっていうところあるかもしれないです。逆にそれがなんかおしゃれやったりもするような気はするんやけどね俺、うん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 、テーマがないことによって先入観を取り払われてるっていうか、ね、ゲーム本来の楽しさ、うん、コンポーテントに頼らないっていうかあのテーマに頼らないゲームのリバーシとかと同類ですね、うん、そうそうシステムとしての楽しさを追求してるからうんインディーズボードゲームの中でかなり好きな部類のうんに入ってるうちの一つですね、うん、ごめんね僕めっちゃ語っちゃってあいいですよ好きなんですよ俺が言おうとしてたこともね全部言われちゃったすまぬもうしょうがないもうやめてくださいでまあ、テーマ性ないって言っちゃったんですけど、うん、実はこのバッティングは海外版が出てます。クロッシングっていう名前なんですけど、うん、まあ、クロスイングなんで、まあ、ほぼバッティング。バツイングです。で、これテーマができてて、なんかね、動物とかが出てるんですね。ああ、すげえ。で、お皿とかも、これキノコかな。まあ、多分ね、YouTube 版で多分またね、画像出してると思うんですけど、うん、まあ、コンポーネントが、ちょっとね、ファミリー向けになったというか、子供とかでも、なんか。海外版逆輸入で欲しいな海外版などうなんやろな日本に入ってこへんかな、うん、でもゲームまで出るんやったっけそうそうそう、またゲーム、今度のゲームマーケットの、2015秋に、まあ、再販するらしいです。絶対買うもう、もっとじゃないですか。いや、これ君のに。そうですよ。俺、自分のも欲しい。そうですね。うん。やっぱりね。あまりいいゲームは買わないと。いいゲーム、ね。うん。いいゲーム。よろしい。よろしいでしょう。はい。そんな感じでいいですか？もうちょっと話すことありますか？いや、まあ、こんなところでしょう。価格ちなみにいくらやったの？価格何もでしたっけ？忘れましたよ。2000円くらいやったかな、うん。割と同人の中では高めやったんかな、その時は。2500円やったかな。覚えてないです。ごめんなさい。はい。もっと安いかもしれないです。だから。ちょっとね、ゲームマーケットのね、サイトもね、今ちょっとエラーになってるんで。あ、現段階ではちょっと見れなくなってるんで。現段階ではちょっと見れなくなってるんで。もっと安いかもしれないです。もっと安い。でも、2000円以上だったのは覚えてます。あ、そうなのね。ちょっと高かったかな、みたいな感じの。うん。でも、ほんといいゲームなんで、うん。ぜひぜひ、ぜひぜひ、手に取っていただきたい。そうですね、今度。一品でございます。はい。おすすめです、うん。おすすめでございます。おすすめです。はい。名前は体を表す。え？バッティング。バッティングゲームですからね。あ、はい。はい。なるほど。俺はこのセンスは大好きだ。いい。あとね、公式の、うん、なぜか公式のこの、紹介ビデオがあるんですけど、なぜかちょっとね、うん、おしゃれなんですよね。へぇー。見たい。ジャズ調の音楽やったから、ね。ちょっと今度見ます、じゃあ。はい。はい、ということで、バッティング、はい。バッティング。でございました。はい。じゃあ、酢豚が紹介するゲームは、こちらです。はい。はい。ジョイントブロッカーズでございます。はい。1分で学べて一生楽しめるっていう副題がついてるんですけども、はい。もう完全日本語版ですね、はい。僕の手元にあるのは。はい。はい。で、まあまあ、日本語版はアークライトさんが、はい。出してます。はい。で、まあ、海外版といいますか、元々のゲームですよね。元々のところが、グリフォンゲームズさん。はい。さんっていうか、まあ、グリフォンゲームズが出してます。はい、まあ、他のタイトルで言うと、アップタウン。はい。まあ、別バージョンですね。うん。ルールは一緒なんですけど、見た目が違う感じの。うん、で、制作者はアメリカの、コリー・ヒースさん。はい。ですね。で、まあ、ドイツ2011年ゲーム大賞の、準候補。ああ。に上がってます。惜しいとこまで。惜しいとこまで行きました。うんで、まあまあ、グリーフォンゲームズということで、調べましたら、まあ、蒸気の時代とか、インカの黄金、うん、チーキーモンキー、アイムザボス、うん、フォーセール、はい、あと、ロココの仕立て屋なんかも出してるメーカーさんですね。そうですね。うん、で、まあ、もう一つ面白いのが、枯れ山水。はい。
あの、ニューゲームゾーダーさんのとこじゃなくて、そうそうそう、あの、ローマ字で、カレーさん。サンスイ。あの、テーブルゲームインザワールドさんの、あの、記事で、多分載ってました。あの、海外の、いろんなカレーさん水ゲームみたいな。を出してるメーカーさんが。メーカーさんが。出してるゲームなんですけどもね。まあまあ、ルールはね、非常にシンプルなんですよね。テーブル中央に、9×9 の、はい、マス目が書いてあるボードがドーンって置かれてて、はい、各プレイヤーは、まあ、5枚のタイルを持ってると。うん、で、タイルを1枚配置したら1枚ドローしてっていうのをひたすら繰り返していって、うん、まあ、ちょっと陣取りの要素を。陣取りの要素というか陣取りそのままですね。陣取りですね。うん、できるだけあの島を一つにして配置していくっていう。一つの塊を少なくするという感じですね。うん、そうだね、うん。あんまりその細かく、これ失点が増えるタイプのゲームなんですよ。うん、失点が増えるタイプのゲームで、まあまあ、ブロッカーズの裏にも書いてあるんですけれども、あの非常にルールはシンプルなんですね。はい。ボード上のアルファベット数字図形に合わせてタイルを置いていきます。置くだけ。はい。横の列は、数字、縦の列は、英語ですよね。アルファベット、はい、A から I まで。はい、あと、図形が。9つのブロックに分かれてます。3×3 の範囲ですね。うん、そういう感じの3つの言うたら記号ですよね、はい、数字、アルファベット、図形の、はい、3種類が全部1枚ずつ入ってると、はい、うん、で、それを引いた、まあ、毎ターン引いてきて、毎ターンというかまず配置してから引く、はい、1やったら1のレーンのどっかに置ける、はい、A やったら A のレーンのどっか、A の列、うん、列が、うん、でクローバーのマークやったらクローバーのエリアマークが書いてあるエリアに置ける、うんうん、っていう感じの配置ルールなんですね、はい、うん、でそれをどん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 各プレイヤー自分のターンが来たら配置していってできるだけつなげるように配置していかないとダメだよっていうゲームです、うん、はい、だからこれ最高点数はマイナス1点です。そうですね、絶対マイナス1点は取っちゃうけど、うんうん、1つの島につきマイナス1点が飛んでくるんで、はい、大きさは全然関係ないです、はい、1タイルだろうが15タイルだろうが20タイルだろうが、うん、1点はマイナス1点、うん、あとそれともう一つこのゲームに深みを、生んでるのが、うん、まあ、ヒットっていう行動ですね、はい、ブロック&ヒットってこっちあの箱の裏には書いてあるんですけど、書いてある、本当だ、書いてますね、まあ、ライバルの進路をブロックしタイルをヒットして、目論みを打ち砕きましょう、はい、自分のタイルはつなげてなるべく島の数が少なくなるようにしましょうということなんで、はい、まあまあ、僕らはねこれやりながら食べるって言うんですよね。あ、そうなんですか。削ると思いますね、うん、他の人 の, あの島の端っぽを食べれるんですよ、うん、そう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 、このゲームってあの言うたら島が2つになると失点が2点になっちゃうじゃないですか、はい、そうならないようには食べれる、他の人のタイルのあの塊からまあ一つタイルを取って代わりに自分が置けるわけですね。そうそう、相手の失点が増えるようには取れないわけですよね、うん、ヒットできないわけなんですよね、うん、ただ自分の失点を減らすようには食べられるんで、そうですね、うん、だそこがね非常に面白くって、うん、でじゃあ食べまくったらいいやんってなるんですけど、うん、そこ面白いところで食べると失点になるんですよ。そうっす、うん、はい、で、まあ、例えば4人でプレイしてた場合ね、うん、一番食べた色はい、が失点になるんで、うんうん、同じ色ばっかり食ってたら失点は増えて続けていく。そうですね、うん、それで僕昨日この前負けました逆を言えばバランスよく食っていくと、はい、そこまで失点は増えない、失点そんな増えない、うん、ここがね非常にうまく作ってるなって思うんですよね、うん、まあね、これまあ、言葉で言ってもねあんまり伝わらないとは思うんであれなんですけど、要はタイルを引いて配置していく、うん、もうただそれだけのゲームですよ、うん、本当に難しいことはそんなないです。どこに置くか、うん、相手どう削ったら次を見越してどこに置けるかみたいな、うん、手札もね5枚ぐらいあるんで、まあそれの手札を見ながら、うん、まあ着々と計画を立てていくみたいな。そうですね、うん、本当にルールはシンプルでインストも5分ぐらいで終わるんですよ、うん、このゲーム、うん、なんですけど、その配置する時の悩ましさっていうのがね楽しくって、まあ、失点を食らうゲームなんですよ、はい、さっきも最初にも言いましたけども、うん、なんでこんなに失点食らうのが楽しいのかっていう、まあ、正確に言えば失
点を食らわずにするにはどうすればいいかっていうのを考える楽しさ、うん、あと他人の邪魔する楽しさ、そうですね、なんかそういう要素がやっぱ凝縮してるんで、うん、もうほんこれなんか最初出たばっかりの頃、うん、やっぱギークのレーティングめっちゃ高かったらしいんですよ。今だいぶ落ち着いてきてるんですけど、うん、はい、うん、僕本当にこのゲームは初めての方であって、まあ、初めての方にはちょっと辛すぎるんで、そうですね、あれなんですけど、ちょっと慣れてきた特にあの理数系の人あパズルとかね、好きな人とかは、うん、面白いと思います。面白いなって思って、うん、僕本当に今年やってきたゲームの中でかなりこれは上位に入る、結構古いゲームですよね、2011年の、うん、まあ勝ったの今年なんで、あ、まあ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 あれなんですけど、もともとはね、うん、あのトリックプレイさんにあるアップダウンをそうですねプレイさせてもらったのがきっかけなんですけどもね、うん、まあそこでやると辛いですよトリックプレイなんかもうガチ勢のソックスとかしようかな。うん。いやもうそれがまたこういうゲームやるにはいいんですけどね。うん。うん、やっぱ初めての方々は初めての方々でやってもらうと楽しいと思うんですけど、うん、まあ慣れてきて、その、ガチ勢とやるとまた違った面白さがあるというか、うん、そういう苦しさ的な意味で言うと、なんか宝石のきらめきと苦しさが似てるような気がする。そうです。指名合いやからこれ。いや、相手のね、言うたらこれ入ってるタイルが各プレイヤー全部一緒なんですよ。あ、全員セットは一緒なんですけど、まあ、引いてくる順番が違うだけで、あいつこのタイル使ってないからここ埋めたろとか、 あとわざと食ってもらうためにここ配置し、ここに置くから食ってっていうそういうことができるんですよね。まあまあそうですね、うん、そういうなんか戦略の奥深さっていうのもあって、うん、本当にね、置くのはやることは本当にシンプル、ただ戦略の取り方は幅広さ、幅広い、うん、あとやっぱもう引き運もあるんですよ。まあまあそうです、ね、もちろんだから、うん、ビギナーズラックで本当にその引き運だけで勝てちゃうこともあって、まあまあまあ、まあ、僕それがすごいいいなって思ってる。めっちゃよく考えたらめっちゃバランスいいですよね、そこら辺は。だからね、僕はこれちょっと本当に一落ちしてて、一落ちしかもこれ、はい、価格そんな高くないんですよ。マジですか。ネットで出回ってるやつもう3000円は絶対いかない。え、マジですか。ネットで出回ってるやつはそう、まあ、日本のボードゲーと大して変わらないじゃないですか、人生ゲームとか。いやもうこれアークライズさんがきっと頑張った結果やと思うんですけど、コンポーネントも結構豪華ですからね、うん、タイルドッサーって入って、タイルドッサーって言ってボードもねちゃんとしっかりしたやつで、うん、これ5人分のそのタイルがもうぎっしり詰まってて、うん、そのボードもね、今ちょっと出しますけど、ボードもちゃんとデコボコがあって、ちゃんとぴったりはまるようになってるんですよ、うん、考えられてますね。うん、なんで僕は本当にこれおすすめです、うん、ブロッカーズ、非常に低価格で、あ、いや最初ねこれ何回か話出たじゃないですか、ジョイントブロッカーズって、はい、豚の鳴き声でも、はい、まあ、ロゴがどうやっていう話ですよいやでも元々のロゴはこんな感じなんで、まあまあ、うん、まあまあ間違ってはないし、まあ、まあロゴダサい問題ってあるじゃない、はい、日本語化にあたって。そうですね、うん、まあなんか慣れてきて僕はこれ好きになってきましたたまに役がダサい問題もありますけどね、まあねはい、まあでもあ、でもねこのねタイルのねワイルドって書いてあるのはねダサい、いただけないな英語でのにウノとかでもワイルドってあるの。いやでもやっぱりね、そのボードゲームの初心者の方に分かりやすいように、うん、まあ日本語だよっていうのをバシンとこう分かりやすい、そこは重要だと思いますね、うん、あ、そういう側面からするとこれが正解なのかなと思いますよ ね、 多分ね、うん、僕らがダサいと思ってても一般層を狙うんだったらこれ多分これ正解だと思うんですよ、うん、だってそのこれらが人生ゲームとかの横に置いてあっても違和感のない、なんかこれあゲームや、あいかにもゲームやなっていう、うん、確かに、ね、他のドイツのゲームとかってアートワークは素晴らしいんですけど、うん、パッと見ゲームじゃないっぽいんで、うん、やっぱりね日本の人には、うん、なんかよなじまない、難しそうだなみたいな、うん、ちょっととっつきにくい感があるよね、うんうん、ここまでその日本語って堂々としてると、うん、逆に手に取ってもらいやすそうな気がする、ね、だから本当にその、うん、さっきも言ってるけど、うん、だからね本当にね女子とかいろいろとこに置いてもらってもいいと思うんですけどね、うん、これはなんかこう、うん、オセロの横にあってもなんかおかしくない感じがするよね、うん、なんか花山あたりから出してほしいな、あ、あのあれ、いろんな
あのポータブルゲームとか使う旅館とかにさ、そのオセロであったりとか、はい、あ置いてあるやん、ジェンガとかそういうとこになんかポンって置いても全然違和感ない感じよね、うん、ポータブルジョイントブロッカーズを作ってほしい、マグネットでタイルを配置できるんだ、すぐなくなりちゃうよね、タイルそうそう、めっちゃちっちゃそうや、タイル一つ言うとするならこれタイルなくすと大変やからね一枚でも一回あったんよ、タイルなくなって、あ、マジですか、でコインでずっと代用してたら出てきて、ああよかったですね、よかったよかった、だからブランクのタイル欲しいブランクタイル各色、そうですね、ブランクあのタイルがね、裏も色ごとに分けられてないでしょ、そう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 、だからもう買い聞かないですね、うん、うん、まあ安いんでその場合はもう買い直してくださいっていうしかないですよ、でも3000円、いやもう安い、3000円以下ですよこれ、全然安い、うん、すごいな、多分ネットやったら2000円ちょいぐらいで買えるんちゃうかな、うん、もうなんでもう非常におすすめの一品となっておるということで、はい、はい、僕はこれを勝手にボドゲ版スプラトゥーンと呼んでます、ああなるほどね、色ビシャビシャやっていくから、色ビシャビシャやって塗り替えていくから、へ、塗り替えすぎると知ってんですけど、うん、だから一直線に前プレッシュで一直線にビャーってあの並べた時はあのスプラトゥーン の, あの筆の武器パブロや直線に塗ったったって、あれ一直線やられるとこれクソ残業なブロッカーズでやられるとそうそうそう、切れないですからね端っこからしか食えへんからそうそ う, そう切れないんでめっちゃ強いんですよあれはな、はい、一文字って言ってくるの俺もううざいわこれって言いながらやるの俺はパブロって言ってます、うん、はい、はい、というわけでもう結構喋りましたよ、はい、そう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 、はい、はい、というわけで、今回は、バッティングとボジョイントブロッカーズでした。何ボジョイントブロッカーズって。ボジョイントブロッカーズ。ジョイントブロッカーズ。完全日本語版。はい、アークライトさん、はい。アークライトさんが出します。どっちも何気にあのテーマが、あの、ないというか。無機質でしたね。無機質な感じの。まあ、うん。アブストラクトではないけど。いや、でもアブストラクトってそういうのも指すこともありますよ。テーマがない、うん、無機質なっていうの、うんうん、まあ、そういう意味では。うん、まあ、うん、システム的には運の要素も絡んでるんですけどね。ね、うん。うん。まあまあ、いいゲームでございましたということで。いいゲームですね。はい、豚の、はい、何やったっけ、あ、このボードゲームを語れ、はい、でございました、大丈夫ですか、エンディングだ、ああそうやってまたすぐ乳首をつまむ、乳首をつまむですわ、はい、はい、もうかれこれ収録どれぐらいですか、ですね、あのいつから始めたかわからないけど、まあまあ1時間ぐらいで結構なってますね、今がですね12時54分です、うん、収録始めたのが第1部から数えると10時じゃなくて1時0時8分だったんで、うん、まあ1時間40分ぐらいですかね、もう俺だってスーパーリンニョから考えたら8時半から喋り倒してるからな、お疲れ様です、8時半からやったら何時間やこれ、1時間2時間3時間4時間、4時間半、お疲れ様です、あ、タイタニック見れるわ、そうですね、うん、何本読んでんの、収録中、はい、抱かれたい道場、抱かれたい道場、ね、中川ホメオパシー先生の抱かれたい道場、これ非常に面白いですね、はい、やっぱりね、いやでも俺中川、続けてんな、中川ホメオパシー先生はね、あのネットの方を見てほしいね、あの毒、ね、毒しかないやつあれはもう出版社には出せへん、うん、やつですね、うん、なんでまあまあエンディングに集中せえよお前なんで漫画の本読めんねん、エンディングで信じられへんわ、すいません、そんなんでお前抱かれたい、抱かれたい男になれると思ってるのかよ、抱かれたい男に なりたいからって言ってこの本を買ったわけじゃない、でも抱かれたいんやろ、いやそんなことです、え、抱きたいんやろ、あ、気持ち悪いなぁなあ、来年っていうか、まあ、豚小屋1年経ちましたけれども、はい、ね、次の1年の間にじゃあアタックをかなり作ったらいいじゃないですか、頑張ります、頑張れよお前、こんなブヨブヨの体で、はい、で, でもね、抱かれたい道場がね、あの、また次出てくるんですよ、もっと抱かれたい道場っていう9月ぐらいだったから確かね、はい、最近なんか他のなんかものにもちょっと手出してきたよね豚小屋、甘神といい、甘神といい、といい、まあでもメインはやっぱボードゲームなんで、まあメインはそうですね、やっぱパーソナリティがどんなん好きかっていうのをね、やっぱりそのラジオってそのパーソナリティがどんなん好きかっていうのを聞くもんやっていう話をちょこちょこ最近耳にしますから、はい、なそういうのも発信していけたらなって思うんだな、思うんだな、思う、思うんだな、お、思うんだな大丈夫かこのラジオ、なんか最初に比べてなんかだいぶ緩くなってるな、いやでも方向性としてはこんな感じだったんですよね、もうなんか最初なんかもっとロックやとか言ってなかった、も
元ロック、ロックじゃないですか、ね、最近ロックっていうかただただふぬけてるだけなんじゃない気がして収録中に普通に漫画を読むあかんってだからロックロックなんかなお前ロックって言ったら許されると思うなよなんでもよロックは冤罪符ではないえ、免罪符やろ免罪符ではない免罪符やまあというわけでじゃあはい終わりですはい、はい、なんか最後告知みたいなのありますかそうですねあんまないですね、うん、ないねあまあ、うん、まあ、 あのゲームマーケット出します頑張るぞい頑張るぞまあ、知ったかプロジェクトはあの前の回でもちょっと言うたんですけどあの鋭意制作中なんで前の知ったかプロジェクトの前回の知ったかプロジェクトのなあの宣伝のグダグダさがな俺は悔やまれるんよないやすいません本当にいやいやじゃあこれあれやホラボドやはいホラボドでやるんや急にやんねんホラボドでなんかホラボドの方で言うんやったらそれはそうそう、うん、ホラボドさんのうちらの方では言わへんホラボドっていう、はい、あの素敵でおしゃれなね、はい、ポッドキャストはいポッドキャストで男一人と女二人のそうそうそこで、うん、そのそこの収録の中で僕らのね知ったか映画研究家の、はい、知ったかプロジェクトのね宣伝すごいしていただいててそうですねでしかもこの前のその大阪での収録で、はい、僕らの枠を取っていただいたにもかかわらずですよそうですよくったくだくったくだまあ俺のせいいや俺俺俺俺も全然言えなかった俺ダメだあの人様の紹介してるサークルの名前を忘れるっていうねう、うん、今言える黄色のウサギ手と GSTF それが出なかったよねそうです王子ごめんよ大王子太陽寺すいません太陽寺すまぬすいません太陽寺さん、はい、すいません、はいはい、ダイモンサイコロクラブさんはずっと出てきたんですけどねうんいやだって僕ずっと太陽寺さんって言ってるからあ太陽寺さんとこどうなんすかっていうあのスカイプ会議でずっと言ってるから今夜あなげないでもないですし、ね、そうそうそう、うん、今夜もアナログゲームナイトはすって出るけど、うん、そうアナログゲームナイトで作ってるわけじゃないですかねサークルがちょっと違うんで、うん、な言い訳やわでも言い訳だ作ってる人間がそれ言えないっていうのは言い訳して言い訳ってやつね気持ち悪い面白すぎていいもうパンツビチビチやすぐ濡らすすぐ濡らすってまあそんな感じです、はい、もう1時間後になっちゃうんであまたこれ聞き直すの怖いないいじゃないですかでもねまあちょっとテンションは低かった気がするいやなんか変に空回りしてた感があるまあ無理やりムチ打った結果ですかね12時からねはいしんどいですまあ仕事ですよはい、はい、もうじゃあこの辺でお開きにしましょうお腹も減ったしグーグーマンだねなんかグーグーマンやはい、何食べようかな、はい、というわけでパーソナリティはリホコに釘付け心がリホコのことを思うと心がぴょんぴょんする酢豚と同級生ではミホ派のアタックですでしたでしたいやでもあれやなダメだな声が国札まりこの子もよかったな名前忘れたけどあでもなアコさんもよかったな誰だろうな知らん